クララ最強決定戦のですね、メンバー、グループですねが決まりまして、それをね、まあ、左からね、簡単に、紹介していきたいと思います。で先にね、はじめさんですね。はじめさんはマルチでグロ1フィニッシュしたこともある人で、グロ1桁をね何回か、していますね。でレッドブルの大会でも優勝している、めちゃくちゃね PS が高い人です。で次です、ラットですね。ラットは、まあ、バスケが上手いプレイヤーですね。で次にはまあライキ・ジョーンズと、ライキ・ジョーンズという感じで、で、次に、このアイス・エントランス。アイス・エントランスっていう人は、30字がね、重くてね、前回の、無名最強決定戦ですね。一昨日か3日前ぐらいに、ドズさんのね、チャンネルで行われた無名最強決定戦でも、優勝していた方ですね。まあ、そこ、やっぱりね、めちゃくちゃ集まって、その8000超えたね、アマチュアの上手い人たちが集まって、そこで、ね、優勝したんでね、屈指の、プレイヤーですね。実力がある。で、次に焼き鳥ですね。まあ、焼き鳥は、他人にあまりね、興味がなく、まあ、株とお金が大好きっていう、そんなプレイヤーになってますね。はい。で、次にね、ケンツメスと、ケンツメスさんと、来ましたねと。いや、ケンツとね、こういうところで戦うのね、マジ久しぶりな気がするんですけど、まあ、ケンツはね、まあ、言わずと知れた。結構あんな感じな人なんですけど、まあ、今回ねグループ、分けされて B ブロックが多分個人的にはちょっと頭一つ抜けて死のグループかなっていう感じがしてますね。はい、そんな感じですね。まあ、俺らがいる D グループもう相当やばいんですけど、まあね正直いけるかなと。このライキ・ジョーンズですね。まあ、8000じゃない。クララ最強決定戦に向けてね、もう練り練り上げてるんで、そう。ここらでね、もう俺が5勝0敗でバチコーン決めて、もう皆さんにね、ギャフンと言わせたいと思います。はい。なんでね、まあでも、まあ僕はね、勝ち残るでしょ。まあ普通に。ほんま普通にね、見て、これライキ・ジョーンズ、これライキジョーンズだなっていうね、まあ、感じだと思うんでね、本日の、目玉商品ですね。目玉商品が、まあ、このケンツメシになっておりますという感じですね。まあ、僕とケンツメシがね、こんな戦うなんかね、結構珍しい機会なんでね、まあ、ここらでね、一発ね、まあ、どっちが上なのかというものをね、まあ、決めておきたいなと思いますね。はい。なんでね、まあ、皆さんは、まあ、結構、俺がいろんなね、プレイヤーと試合するのも楽しいかと思うんですけど、まあ、ケンツメシとここいつどっちが勝つのかなというね、ここをね、楽しみにね、していただければと思います。ということでですね、皆さん、クララ最強決定戦、大いに盛り上げてね、まあ、最高のね、お祭りにしましょうということで、アディオス。ライズです、今日もやっていくんですけどね、今日は、ケンちゃんの、ね、アカウントでマルチやっていきたいと思います。まあ、今シーズンはね、めちゃくちゃのロングシーズンなんでね、決まっていきたいと思いますね。この2アカウント上げて、バチバチに上げていきたいと思います。でとりあえずですね、まあ、このね、ケンちゃんのアカウント、もうね、ペッカです。ペッキングなんで、今シーズンね、ただね、どんなペッカが流行るのかっていう問題ではありますね。結構やっぱ、グラチャリではこっちのライトニング型が結構多いように感じるんですけど、なかなかね、やっぱり、どっちなのかなっていう感じではありますね。おうほうほう、なるほど。さあ、いいウィザード。ファイボ。熱。これあっちに多分ユニット来ると思うんで、マジェチャ供与します。よいしょ。よいしょ。さあ、これでマジアチャーも、まあ、コウモリかーって感じではありますが、こっちにね。さあ、早い対応。しかも、貫いていくと。で今、相手手札ギャングなんで、結構辛いですね、これ。よいしょ。これ、あー、マジかよ。2失敗すると思ったから、ワンチャン盾にならんかなと思って、タルバブ出したんですけど、まあ、結果的には悪くないですね。で、これで相手ウィザーだって、ウッドサイター、ギャングサイター、ユーノサイター、いやメガナイトとかはありそうではあるっすけどね。難しい。バルーンとかだったらちょっときついっすね。泣きます、バルーンだったら。エリック切っちゃったんでね。あ、ウィザード。まあ、そうなりますわなと。こう逆サイ行くと割と渋い気がするので、高血ペッカ行きます。コウモリですね。おー、なるほど。ここむずいなぁ。まあ、コウモリだけ消してあげて、まあ、これね、ウィザーの範囲攻撃1、2発入っちゃうんですけど、
いや、痛い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 。で、これでギャンガーが来るんで、ギャンガーにザップ打ってあげて、高めに来たらタルババで消したいですね。オッケー。で、これ、まだザップ打たんすね。これコウモリ相手あるんで、はい。先ウィザード来るかと思ったけど。よいしょ。ワンチャン5来る。来ないか。よいしょ。で、まあ、ウィズ来たらライトバーンバーンでいいっすね。はい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 。来た。よいしょ。で、まあ、こんな感じでとりあえずやってあげて、ギャンガーですね。まあ、逆サイ適当に振ってコウモリが来そうな顔してるんで、よいしょ。来ない、いいと。で、これ、ホグ回ったんでね、そろそろホグのターンなんで。よいしょ。こいつが、去ったぐらいに来ます。ない!来ない!まあ、シバライトニングしてあげて、グッドゲームといった感じですね。うん。いや、今回の、あれですね、クララ最強決定戦、めちゃくちゃ盛り上がりです。てか、やばくないですか?あのさ、クラウドファンディング、その、お金、てか、賞金集めてたじゃないですか。400万もういったってやばくないですか?マジで。400万ってさ、やばいじゃないですか、普通に考えて。やばいっすよね。で、しかも、あの、俺らの大兄貴の、キヨキヨさんもね、100万いってたっすからね。やべえな、100万って、と思って。頭おかしくなっちゃいますよね。どういうこと?どういうことっすけど。やばいっすね、100万。100万やべえなーって思いましたね。やっぱ、ちげえなーって感じでしたね。よいしょ。さてさて。ウィザードがやっぱ多いっすね。このくらいのトロフィー隊のピーポーたちは。やはりウィザード、まあ、強力ですからね。非常に。13レベルのウィザードはね、やっぱり。よいしょ。ここで、いらんかったかな、でも今の。まあまあいいでしょうと。とりあえずこれで、次のホグ切って、バルキリーミニペがあったんですよ。なんで、ハシマ工場とか結構 NG、ケツ工場も結構 NG で、遠距離ユニットとか、あれですね、ダックプリ後ろから裂いていきたいですね。勢いで殴る感じで。ああいうのは貫いていきたいが、ワンチャンハシマバルキリー来るかもしれないんで、ちょっと抑えていきます。ああ、危ねえ危ねえ危ねえ。よいしょ。いやー、美味しい。そのレイジ。ニヤドニヤド。で、ここで相手は何来る?ホグしか見てないから、ウィザードか。これいけるな。これ、アーチャー2体処理してほしいな。これ、エリクサー的に相手多分ゼロなんですけど、アーチャー残るか。これ、ちょっとホグ飛ばされたら嫌なんで、あれ、ホグあったっすよね。なかったっけ?さっきの試合だっけ?よいしょ。この裏に行くね。優秀な。さて。で、ケツ出して、はい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 。レイジ来ますね。そうですよね。まだかな?ここケツペッカかな?ここケツペッカで、バルキリーとか出てくるんだよ、ここで多分。なんで、そいつらをペッカで縛いていくっていうプランですね。で、バルキリー出てきて、次にミニペがあると。でそろそろミニペに対して、あれですね、マジアチャ貫きか、ライトニング打ちたいんで、こっちでもライトニング打ちたいんで、こうっすね。で、こう。いや、これ結構迷うと思いますよ、受け。はいはいはい。さあさあさあ、受けれない受けれないと。迷いながらも。まあ、人生は迷いですからね。人生と書いて、迷いと読むですからね。オーケーオーケーオーケー。いいよ。オーケー。よいしょ。なあ、よいしょ。よいしょ。にゃーん。うん。って感じ。さあ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 と。どんどん行きましょう。トロ上げです。今日はトロ上げです。いやー、いいですね。で、俺も、このね、煽り動画あったじゃないですか。今回の茶番。で、ツイッターとかでも言ったんですけど、いや、出そうかなって。俺さすがにちょっとひよっちゃって。いや、俺結構強いことを言ってるから、
これでね、あの煽り動画まで出して、もしね、この負けたことを考えるじゃないですか、やっぱ。そうすると、これやばい、ボコボコにされるって思っちゃったんですけど、まあでもね、さすがになんかそれにひよって、やっぱ動画、なんかいつも煽り動画出してるのに、こういう大きい大会だけちょっと出さないのはさすがにヘボいじゃないですか。なんでね、出しましたね、結局。いや、これで勝てればね、一番いいんですけど、もうリスクですね。まあでも結局、もともとリスクがあるものなんでね。よいしょ。大会に参加するということは、ね、まあなんで自分を信じてね行きたいと思います。よいしょ。いや、いいカウンターですよ。ポイズン切ってコウモリ切って相手エリクサ全然ないと思うんだ。これ裏になんか来るぐらい来い。あー、縦上がしたのでかい。それははい、まあ分かっちゃうんですよね、俺クラスになってくると何が来るか。さあ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 、いや、これ貫、いや、まだまだ落ち着け。これ負け筋、負け筋。別にいいダメージ。1800与えたのはいいダメージですね。で、ここですよ、ここで。ここでザップで一回待ってから。いや、ザップいるか、これ。いや、寸前で言うと。OK。で、次に相手、ジャイがあるんで、ジャイがある、ただだから、ペッカだけは温存して、まあ、ポイズン打たれてもいいですね。OK, OK. あれか。ポイズン多分これどうせ打ってくると思うんで、打ってきたらオーブにライトニング打ちましょうか。そうですね。あ、ちょっと邪魔なんで。さてさてさて。まあ、こんな感じで相手の動きを待ちましょうか。ちょっとエリアド取られてるはずなんで。OK, OK. はいはいはい。なるほど。これはザップ先打たずに、この辺でエレキ出すんですね。そうすると、ペッカエレキの形がね、できて、ザップ打つよりも、いいカウンターができるんですよね。さあ。さあさあさあと。いや。いや、ちょっとヘボかったな、このマジアチャ。こや貫こうとしたけど、なんかええ感じにされちゃいましたね。これ多分5コスジャイ、10コスジャイじゃないと思うんですよね、これ。こういうのはザップっていい。もうカウンターいらないんでね。さっきのとかは、まあ、0コスだったらザップで済ますべきなんですけど、2コスあったんで、2コスで打たずに、あれですね、やっぱ。最後。ダックフリかな？よいしょー！ありがとうございまーす。オッケー！いいよー。いいです、いいです。いやー、危ない、危ないじゃない。ちょっとね。ひよっちゃいますよね。マジでちょっと迷ったっすからね、俺。出そうか。いや、ワンチャン出さなくてもいいかなとか思ったんですけど。いやー、マジでね。楽しみですね、大会、本当に。いや、こういう大会、2月とかに参加して以来なんで、やっぱね、で、日本のこの、コミュニティでね、できるっていうのがすごいっすよね、まず。よいしょ。バン！あー、美味しい。いいね。やばっ。めっちゃレベル11だ。めっちゃレベル11。さあ。この工場受けがね、めっちゃ、なんだろう。いいんすよね。さあさあさあ。じゃあ、ちょ、出して。うん、ここはまあ、特に追加せずにいいですね。対応してくれたら美味しいぐらいで。で、ケツからダックフリー流します。うん。あ、オッケーオッケー。このね、対応してくれた時のこれがマジで美味しいんですよ。なんか1枚でちょっと危ないんで。レイジランバーはね、ちょっと危険があるんでね。オッケーオッケー。めっちゃあれっすね。エリア取った。これ多分7か8ぐらいエリア取ってますね。ウッドも。だって、4-4でしょ？で、5、ミラー出てきて、ウッドだから7っすね。ダックプリとランバが同時だったん で、ミラーランバ出てきて、7度ぐらい。美味しいっすね。やばっ。最後。よいしょ。あー、これ入るな。こっち行こう。いやー、違うな、これ。今のどうせ入るし、こっちが、あれだな、ちょっとすぐユニットいなくなるから、
ペッカがまだ半分ぐらい残ってたら工事良かったけど、まあでもいいか、刺さったから。ワンチャンミラー来るんで、タルババでまとめる準備。おー、なるほど。いや、これ、いや、守るか。一回上。よいしょ。はい。うわー、やべ、魔術死ぬ。あー、やばーい。やばーいとか言って。はーい。とりあえずこれで、よいしょ。で、フリーズとかあってもね、万一考えて、よし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 、バーン、いいよ、ミニペカなんかが来るはず、おいしょ、いいよ、オッケー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 、さあ、オッケー、はい、完璧といった感じでありますと。何試合したかな、俺。お、4試合してる。よし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 。はい、ってことでね、今日の動画はこんな感じで終わるんですけど、まあね、なおね、まあ、界隈とか、このね、クラロワ最強決定戦ですね、まずこの大会がね、盛り上がってね、大成功することをね、祈りつつね、賞金もえぐいことになってるんでね、もうね、あれで優勝して、賞金もらってね、もう一緒遊んで暮らしたいと思います。はい、ってことで、今日は終わります。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。